一般社団法人不登校引きこもり予防協会代表の杉浦です。不登校で勉強しない将来はあるのか？あります。というのも10年間ですね、不登校引きこもりだった Y さんというのが私の生徒なんですが、今は公務員として働いてるんです。ですから不登校で勉強しなかった時期はあったけど大丈夫ですと、そう私は思います。じゃあこれからですね、ちょっと Y さんのエピソードをお伝えします。 Y さんは中学校2年から不登校になり、10年間ずっと引きこもっていたんです。でね、親知らずが痛くてどうしても歯医者に行きたいということで外に出ました。なんとそれが10年ぶりですよ。それがきっかけとなり外に出ることを決意したんです。 Y さん24歳の時、東海の通信制高校に面談に来ました。当時24歳でしたが、初対面はあれ？ Y さんはどちらですか？と思うぐらいね、ちょっと保護者の方に見えたんです。とてもなんか24歳に見えず落ち着いたような感じでした。まあ、Y さんの方からですね、開口一番ですね、ちょっと私っておばさんに見えますよね、笑いながら言うんですよ。で、着るもの全部オール通販なんです。何ですかオール通販って聞いたら、全部通信販売で服を買っていたそうなんですね。ご存知のように通信販売って若者向きというより未接種ですからね。まあ最初の面接でですね、中学校2年からご両親が離婚するタイミングで学校に行けなくなり、ずるずると不登校引きこもりになったっていう話を聞きました。もうあの時はですね、10年間分のカウンセリングをしたんじゃないかっていうぐらいですね、彼女の話をお聞きしました。東海の通信に通うにあたり、20歳過ぎのですね、高校卒業を目指す決意は確認できたんですよ。ところが卒業後の目標をね、どうするかっていうことで二人で一緒に考え、やっぱり社会経験がない彼女はですね、とりあえず親知らずでお世話になった、歯科技講師ですかになるっていうことをですね、目標に勉強していくことにしました。また社会と関わるのにリハビリの一環として、うちの通信に通いながらアルバイトもやれよってことでですね、推奨しました。アルバイトの探し方、履歴書の書き方、面接の指導をして、すぐにご自宅近くのミスタードーナツでアルバイトが決まりました。3年間でアルバイトと中学時代のからの勉強、学び直しですね。で、高校3年間でなんとかですね、中学時代の勉強完了しました。最初の目標、歯科技工士っていうのはですね、なんか血を見るのがダメだっていうことになってですね、卒業後はですね、保育士の資格が取れる短大に進学しました。今、東京都の23区内、区役所で、保育士として、公務員として働いています。数年前には、年賀状の、年賀状でですね、結婚して子供もできたと報告がありました。どうです？皆さん、10年間勉強しなかった、不登校引きこもりだった子でもですよ、ご卒業の資格が取れ、短大進学、卒業、保育士の免許取得、公務員試験合格とできました。やはり中学校卒業の程度のですね、基礎学力を身につけてきたね、彼女の努力の賜物だと思ってるんですよ。いや、学歴って言うけどねっておっしゃる方もいると思うんですよ。もちろん学歴だけは全てではありません。中卒でもですよ、立派に仕事をしている人ってたくさんいるじゃないですか。私が言いたいのは、ご本人が勉強をやり直すというふうな気持ちがあってやるんであれば、遅すぎることはないということです。不登校に陥り、勉強していかなくても、こうして頑張ればですね、将来大丈夫なんですよ。私の YouTube チャンネルでは、不登校、高校中退、引きこもりなどでお悩みの方に向けた動画を今後もアップしていきます。若者が9060問題、
で、引きこもりにならないために情報発信していきます。ご賛同いただければ、いいね、チャンネル登録、興味のある方への拡散をお願いいたします。